はい、970回始めます。4月8日、午前3時過ぎぐらいじゃないですか、今。午前3時14分。はい、始めます。まあ、なんてことないニュースです、今回。我が東北放送からですね、宮城県の。うん、覗き。覗きです。今時。3月、宮城県石巻市のスーパーマーケットの女子トイレに侵入したとして、宮城県登米市の男が逮捕されましたと。スーパーの女子トイレで盗撮の疑いで、40歳契約社員の男逮捕ということでね、隣の個室からスマートフォンが、差し込まれたのを気づき、女子トイレでね使用していた女性客が隣の個室からスマートフォンが差し込まれたのに気づき、犯行が発覚。男はその後店から逃げていましたが、警察が被害者の話などから あと防犯カメラの映像などからですね、容疑者割り出しいつか逮捕しましたと。警察の調べに対して間違いありません、覗き目的で入りましたというね、この男。それだけのニュースです。40歳の男ね。はい、まあ普通のスーパーマーケットですよ。その女子トイレにね、人目なんていうのかな、盗んで女子トイレに侵入するぐらいのことを私でもできますからね。入って個室にこもって隣に女性が入ってくるの、まあ音とかで分かりますよね。入ってきたなぁと思ったら上から覗く、もしくは上からスマホ差し込むみたいな感じで、いや、バレるでしょって、だから毎回思うんだけど、試着室でカーテンの間からスマホ差し込むとか、どうなんだろう、スケベ心は大事だけど、このいや、そのスケベ心っていうのと盗撮とどうなの、これはまあ趣味思考の違いだろうね。私は覗いて盗撮して、それ盗撮したのを後でこうスマホとかで見て、どうなんだろう、どう思うんでしょうか。そのね、盗撮したのを後から見て、私は何とも思わないなっていうね、これまあ趣味思考、性癖っていうのかな。まずね、その捕まって、これで捕まりたくないなっていうのはありますよ、私。その中の筆頭だな、盗撮なんて。あの人盗撮で捕まったんだってとか言われたくないもんね。覗きで捕まったんだってとか、お尻触って捕まったんだってとかね、言われたくないもんね。これはなんていうか、みっともないね。もっと違う、どうしても捕まるっていうんであれば、もっと違うことで捕まりたいなっていうのはありますね。はい、まあまあ、本当女性の方ね、本当女子トイレも本当に油断ならないですよね、本当に皆さんね。はい、上から差し込まれるんだから上からとかね、このトイレの上から、または下からとかね、スマホとか差し込まれるんだから、これやるにしてもみんな大胆だよね。スマホを上から差し込むとか、カーテンから隙間から差し込むとかね、バレるでしょっていうね。いくら静かにしてたら気配とか感じるんだから。本当に40歳男、まあね、もう私もなんでこうやってね、盗撮とかの時とかよく選ぶのかね。もう定期的に愚痴りたくなるんですね。なんていうか、またこれがね、全国各地で絶え間なく起こってるもんね。覗き盗撮はね、本当に呆れちゃうっていうかね、本当男性諸君もっと健全にね、報道行きましょうよっていうね、スケベ心。はい、まあ970回、終わりにしたいと思います。はい、石巻市でね、盗撮の男捕まるってことでね、40歳男お伝えしました。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。